た空が眩しいと感じる時がありますか？満天の星空に手を伸ばしたことがありますか？私たちすべてを包み、そして今踏みしめているもの、それが地球です。では例の土地の件すべて順調にいっているのだな。はい。そうか。長年狙っていたあの土地もついにわしのものになるか。ラングレー農場のバカ息子どもが土地をめぐって騒ぎを起こすのも時間の問題だ。楽しみだな。良い知らせを待っておるぞ。は。ああすればこうなるし、こうすればああなる。困ったことじゃわい。たった1時間であんなに大量だってのに、こっちは半日頑張ってたったこれだけ。そう気落とすなよ。少しぐらい分けてやるって。ま、森で暮らすことなら魚の取り方から熊のやっつけ方までなんでもこのマッチ大先生に聞いてくれ。なんだタックのボンさんか。頼りになる大先生だな。ちぇ、うるせえ。ねえ、タックのおじさん。おい、タック、タックのボンさん。どうしたんだろう。何かあったのかな。ここんとこどうも変なんだよな、あのボンさん。変って？何聞いてもぼーっとしてるし、ああやって2日に一度はどっかへ出かけてんだ。あ、待てよ。こいつはもしかして恋人でもできたんかな。恋人？タックのおじさんに？ああいうタイプは意外とウブだからな。例えば悪い女に引っかかって、ねえタックのおじさま、あたた新しいドレスが欲しいのよなっちゃってまさかタックのおじさんに限って。甘い甘い。ああいう純情な坊さんみたいのが危ないんだ。ロビン、まさかと思うけど行ってみよう。うん、これ頼むよ。え、ああ気の早いやつらだぜ。もしかしたらって話なのに。どうすんだよ、こんなの。森に来てから、タクのおじさんには世話になりっぱなしだからな。困ってんだとしたら、役に立ってあげないと。もうしばらく来ないうちにすっかり綺麗になって、バルバラたちを連れてきたら喜ぶだろうな。あれ、なんだろう。おい、ロビー、何やってるんだ。早く早く。あ、分かったよ。原因を突き止めれば。覗き見なんてやっぱりいけないよ。タックのおじさんのためさ。ああ、女の人だ。じゃあ
ぱりマッチの言った通り。え、一体何じゃ。何じゃ二人とも、こんなところで何しとる。あ、こんにちは。ミセス・ラングレー紹介しましょう。私の友達のロビンとウィルです。はじめまして。まあ、かわいらしいお友達ですこと。おい、ロビン、この人がタックの恋人か。なわけないよな。で、二人ともわしに一体何の用なんじゃ。つまりわざわざこんなところまでわしを訪ねてきたんじゃ。何かあったのか。いや、そういうわけじゃ、息子たちがまた始めたようですわ、タック様。ん、さて、いよいよタック様の腕の見せどころか。リック、怪我しないうちにそこを出ていけ。やだね、俺のいない間に兄貴の好き勝手にされちゃたまんねえからな。なんだと、貴様こそ勝手に泉を占領してるじゃねえか。兄貴こそこの先祖代々の泉を独り占めにしようとしやがって。言わせておけば。まあまあ、パッド様、この辺りの土地を売れば10年は遊んで暮らせますぜ。リック様、よく考え直して。貴様は黙ってろ。どんなに日照りでも枯れたことのないこの泉だ。水代を高く踏んだくっていくだけで一生食っていけるんだぞ。ちっ、そんな耳っちい金なんか。そうですとも。それにもう話はまとまって、手付けだけで金貨10枚。手付け金。もうそこまで話は進んでるのか。もうじき買い手が下見に来るんでさね、パッド様。くそ、勝手なことを。俺に手を引かせたいなら力ずくで来い。言われなくたってそうしてやるぜ。もっとも兄貴にその勇気があればの話だがね。言わせておけば。どうじゃな、タク様特製水鉄砲の味は。欲ぼけした頭が少しは冷えたかの。なんで、またおせっかいの坊さんかい。坊さん、痛みを見ないうちにさっさと帰んな。これ、タクさんになんて口の利き方を。気の毒じゃが、お前さんたちの目が覚めるまで何度も来るつもりじゃ。ちぇ、ただでさえアルウィンのような極道がいるというのに、これ以上極つぶしが増えてはかなわんからの。極つぶしだと。パッド様、邪魔が入っては。今日はこの辺で。そうだな、リック、もう一度よく考えておくんだな。よし、今日は引き上げだ。ち、北病者め、こっちもこの間に腹ごしらえだ。えい、とりあえず今日は怪我もなく収まったわい。農民にもアルウィンみたいなやつがいるなんて。二人ともいい若者じゃったが、親父さんが死んでこの水場を売る話を持ちかけられてからこの始末じゃ。パッドもディックも昔は仲良く一緒に働いていたのに、死んだの人がどんなに嘆いてることか。ああ、ラングレー夫人、そう嘆かんでもなんとかなります。いや、このタックが何とかしてみせます。パッド様、このままディックたちにあの泉を取られては。思い切ってここは。ああ、分かってる。いつまでも好きにはさせない。あと一押しか。それにしてまだタックとかいう坊主。目障りだな。
そうか、それでは今日明日にも型がつくというのだな。はい。ああ、よくやった。こっちへ来て一杯やるがいい。は、ありがとうございます。ですが、あの土地に目をつけるとは、アルウィン男爵様もお目が高くていらっしゃる。水豊かな、あの土地を人のものにしておく手はない。いくら税金で絞り上げたところでたかが知れておるからの。あとは、あのバカ息子どもが騒ぎさえ起こしてくれれば。そういうことじゃ。ところで、おせっかいな坊主が首を突っ込んでいるとか言っておったが。はい。邪魔をするようなら構わん、始末しろ。腕の立つやつを四五人連れて行くがよいぞ。はっ。あーさー、ごえっちょー。ああでもないし、こうでもない。ねえ、さっきから何を考えているの？あの兄弟の争いをやめさせる何かこう素晴らしい発明でもないかと考えておるんじゃが、なかなか難しくてな。発明？例えばどういった？そうだな、例えばじゃな、二人が争いを始めたら無理やり引き離してしまう機会とか、あるいはお互いをにっこりさせて争えなくしてしまう機会とか、まあいろいろ考えとるんじゃが、どうもこれは空を飛ぶより難しいわいのう。そりゃそうだろうね。おっといかん、出かけんと約束に遅れてしまう。またあのラングレー農場かい？タックのおじさんも物好きだよな。これが聖職者たるわしの務めじゃからな。でも心配だな、おじさん一人で大丈夫？はっ、ハッドもディックもアルウィンなんかと違って根っからの悪党じゃない。それにいざとなれば。いざとなれば？尻尾を巻いてさっさと逃げてしまうさ。わしも命は惜しいからの。もう。じゃあちょっと出かけてくる。いってらっしゃい。まあ。偉い人だか偉くないんだかよくわかんないお坊さんだよな。あれ、この絵は一体？ああ、これはタックのおじさんのお母さんだよ。へえ、お母さんなのか。あれ、似てるな。え、誰に？ほら、農場のラングレーさんに。例えば、なんとなく面影があるね。もしかして、タックのおじさん、それであんなに一生懸命に。タック様！おや、どうしたんですか、一体。タック様、パッドが今日こそ決着をつけるって泉へ。何？気になるのか、タックのおじさんのこと。やっぱり一緒についてった方が良かったんじゃないかな。でもおじさんだって大人なんだからいろいろ考えてるだろうし、大人たちのことに僕たちが口出ししてもね。それはそうなんだけど、あの絵。どうした？静かに。なんか聞こえないか？あっちだ。もしかしてまたジョンのやつ？助かった。
いや、今日こそ決着をつけるってんで農場に駆けつける途中、変な奴らに襲われてしまったんだ。そんなことより急がないと農場が危ない。え、オラたち襲った奴ら、オラたちとすり替わって騒ぎに潜り込み、一気に農場をぶっ潰すつもりだ。農場を？ロビー、来てくれ。これこれ、これはアルウィンの。いけない、タックのおじさんが危ない。どうしてもやるというなら、まずわしを倒してからにするんじゃな。くそ、どうしたんじゃ、手が震えておるぞ。母親を泣かせてまでもたった一人の弟と一戦交ぜようというやつがだらしないの。母親を泣かせ、同じ血の通った兄弟同士がたかが金のために殴り合おうというんじゃ、坊主をめった打ちにする方がまだ罪が軽いというもんじゃぞ。何？俺だって好き好んだディックとやり合ってるわけじゃねえ。俺だっておふくろに泣かれりゃ辛いさ。くそ、ここに来ておじけづきやがって。こうなったら一気に。パッド様、そんな坊主の口車に乗ってはなりませんぜ。ん？パッド様のためだ。一気に肩をつけろ。やめんか。坊主、死ねえ。ロビン、手伝わせてもらうよ。タックのおじさん、アルウィンの手先、これ以上好き勝手は許さない。アルウィンの、それお前たち農場のものじゃないな。バレちゃしょうがねえ。こうなったら一人残らず畳んじまえ。兄貴、よし、俺も負けてられねえぜ。これまでか。何？人の弱みにつけ込み、兄弟の仲を裂こうとは許せん。死ねえこの坊主。引き上げろ。ざまあ見ろ、坊主だと思ってバカにするからだ。タック様、ありがとうございました。あ、いや、これからは二人でお母さんを助けていくんだぞ。はい、さあ母さん、ほら。この美しい泉も無事だったし、あの二人も心を入れ替えて、これでめでたしめでたしか。え、けっ、笑わせてくれるぜ。リトルジョン、いつからそこにいたんだ。あれだけの腕があれば
立派な山賊になれるのにもったいねえな。リトルジョン、ロビン、欲ぼけた大人の土地争いに首を突っ込むなんてくだらねえぞ。くだらないって。ああ、いや、この俺様なんかどこに行ったって俺様がいるところが俺の土地さ。そう思ってりゃ争いも起こらないってもんよ。むちゃくちゃ言ってるよ。いやいや、ジョンの言う通りかもしれんの。シャウッドの森もこの土地も神様の作ったもの、誰のものと決めることなど最初から無理なんじゃよ。神様の作ったものか。こりゃお礼に何かご馳走しないとな。よし、今日はタック様特製のパイをご馳走するかな。やったー。パイだって神様の作ったもの、公平に分配しなくちゃだろ。うん、そりゃ確かに。そりゃそうだけど。だろ、そうと決まれば善は急げだ。やっほー、やりー、パイだパイだ。こりゃ一本取られたな。さあ、俺たちも行こう。ああ が現れた。黒装束を身にまとい、枯れ木に祈りを捧げる少女エリカ。森から森へとさまよう彼女は一体何者なのか。次回、ロビンフッドの大冒険、魔法使いの来た日。今、森の息吹を感じる。